静かになったぜ。こんばんは。さあということで、ちょっと最初はお話タイムですよ。大きい方のカラオケルームが開くまでね。今開いてんだけどね。今大きい方開いてんだけど、一応今予約が入ってる時間なので、実際は前回の私みたいになる人が一人もいないっていてほしいなと思うので、9時から部屋移動して配信します。こんばんは。ちょっとリップでも塗るね。てか一回座るわ、疲れちゃったから。へい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 、こんばんは。唇なさすぎる 色が。髪の毛をサラサラにしてもらった。てかかわいいわ、ほんま？味がどう？ごめんね、今画面の明るさを明るくしたから一瞬配信が止まりました。明日無事行けそう。お楽しみに待ってるよ。今日はパフを洗ったので真っ白、超綺麗。パフを洗いました、真っ白。気持ちが良いね、真っ白だと。お腹すいた。午後有給もらえた、わーい最高。明日の髪型ね決めたよ。明日の髪型内緒だけど、内緒だけど決めはした。今日衣装をフィッティングしてきて、髪飾りも見せてもらって、この髪飾りだったらこれだねって可愛くしてもらっちゃおうっと。ちょっと疲れちゃった。今日ね、何時、4時とか3時半、4時前ぐらいからずっといるの。4時間もやってた。まあ実際休憩してたから4時間踊ってないけど、3時間ぐらい踊ってた。こんばんは。お腹空きすぎて甘い飲み物買っちゃった、許して。今日お蕎麦とプロテインと冷製スープしか飲んでないから許してって気持ちで飲んでます。しょ、お蕎麦も250キロカロリーぐらいだったし、プロテイン取ったし、まあ蕎麦とこれのカロリーが一緒っていう衝撃ね。怖いこと言ってるわ。トメさんギフトありがとう。え、マジ髪サラサラなんだけど、これさヘアアイロン通してないんだよ。美容室でさ、もう今日さすごい時間がねなかったから、もう急いでカラーとトリートメントだけしてもらったのね。だからさ最後にさヘアアイロンとか通す時間なくてさ、もう大丈夫ですって言って出てきたんだけどさ、それでこのまとまりえぐさ。いつも髪ボサボサやのに、クセっ気やから。いよいよ明日だと思うと今日寝れない。でもみんなバッチリ寝てきて。トメさん会議たありがとう。明日の荷物何もまとめてない、大丈夫、まだ時間はあるよ。こんばんは。キャランさん会議たありがとう。明日のためにインナー赤くした、え、絶対見してね。え、明日いっぱいいるかな、さやのファンの人。どこ見てもいるかな、真ん中見ても上手見ても下手見てもファンの人いるかな。 あと前髪切りました。みんないてくれたらいいな。いっぱい目線が届いてるといいな。私からの目線とみんなからの目線がぶつかり合い、ぶつかり稽古しようね。
髪の毛はちょっとここのねライトがオレンジっぽいからあれなんだけど、ほぼ色変わってません。ムラがなくなった。あーもうマジで気持ち明るくなったかな。いやこの辺は暗くなったの。この辺はめっちゃ明るくなっちゃってたから、この辺は暗くなって、この辺は元が真っ黒だったから明るくなったっていう、このちょうど中間にした。そうちょうど中間にしてきました。そう根元は明るくなったけど毛先は暗くなったみたいな不思議な感じです。そんなにムラあったんかいっていうね。こんばんは。過去生誕でも泣いてたし、明日泣く自信、泣く気しかしない。かわいいね。こんばんは。爪かわいくね。やばい。てかさ爪ね、これ全然ね何の気もなしにインスタでなんかこうネイル検索して、であこういう感じでって言って、であなんかなんとなくのニュアンスは伝えた、あとお姉さんにお任せしたのね。可愛かったら大丈夫ですみたいな。したらさミッサーとめっちゃ似てんの。ミッサーの卒業公演のネイルとマジ超そっくりだった。色地なだけだったんだけど色地だった。心通じてるわ。同じデザイン好きなんだわ多分。同じようなデザイン好きなんだろうね。マジ一緒だった。そうミッサーからインスタの DM でさ爪めっちゃ似てないって来てた。 LINE せいや。こんばんは。そう親友、ちょっと待ってエアコン寒い。ちょっと待ってエアコン温度を上げます。ちょっと今日まだ虹の列車覚えれてないんだけど虹の列車以外は覚えたよみんな。虹の列車はちょっとお家帰ってからにするわ。ちょっともう疲れちゃって。こんばんは。疲れちゃって心折れた。虹の列車お家帰ってからやります。でもそれまでは頑張ったんだよ。あと1曲だけだ、あと1曲だけだったのにちょっと心折れちゃった。あーもう動けませんってなったし、ついでに8時になったからやめた。そう虹の列車人によって振り違いすぎてマジで全然わかんない全然わかんないよ。そう4時から8時までレッスン場借りてて練習してて、で多分1時間ぐらいトータルで休憩してるんだけど、ちっちゃ小休憩をギュッてしたら多分1時間ぐらい休憩してるんだけど、20分ぐらい寝たしね眠すぎて。今日早起きだったからさ、朝一で歯医者さんに行ってたからさ、ちょっと睡眠不足で、そうだから3時間ぐらいで覚えた。まあオープニングはね一昨日ぐらいに覚えといたから。もう一回覚え直してうろ覚えになってた部分を。フィッティングも今日してきた。やばい可愛すぎ。ドレスえぐい、マジ可愛かった。えぐいて本当に可愛かった。なんかねその作ってくれてる衣装さんがね、なんかむっちゃ可愛く作ってくれてて、これこんな、しかもなんかねちょっとね私的には思ってたよりゴージャスだったの。そのそう思ってたよりね。みんなこれでハードルを上げないで、あすごいゴージャスなんだって今思わないでほしいんだけど、そうなんか私が想像より全然手間暇かかってるデザインしてて、なんかいいんですかこんなにみたいな言ったら、さやかちゃんはいっぱいポジションとか覚えて本当に頑張ってたからねって
言ってくださってキュンって感じ、嬉しい。そういっぱい頑張っ、劇場いっぱい頑張ってたからいいんだよって言ってくれて、最後も頑張ろうと思いました。今日美女いいな、今日めっちゃメイク薄いのに美女いいな、顔ほっそりしてない今日、明日もこれだといいな。今日は塩分あんま取ってないからいけるはず。ベーグル食べたい。さあ今日さめっちゃベーグル食べたくて、もう他のパンは食べたくないからベーグルが本当に食べたくて、ベーグル探したけどコンビニにベーグルって売ってないんだね。スーパーも行ったしコンビニもさ、ローソンとファミマとセブン全部行ったのにどこにもなくてさ、涙涙。ベーグル食べたこと、あーベーグル食べたい、あーって思ってる。もうこんな遅い時間に空いてるパン屋さんもないしさ、ベーグルを食わせろ。ケンケンさん可愛い人ありがとう。ベーグル食べたい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 、怖い、ここまで来ると怖いだよ。食べたいよ。なんか昔はローソンにあったらしいけど今もうないんだって。ピエンピエン、こんばんは。ふう。あれ、ケンケンさんのギフト読んだかな、ありがとう。そんなサリをずっと眺めていたい。いい、こんなめんどくさい女だけど。ちょっとベーグルいっぱいいろんなとこで売ってほしい。昨日から食べたいの、さやは。昨日からベーグル食べたいのに昨日からベーグルに巡り会えてない。さやがよく行くパン屋さんはベーグル置いてないしさ、自分で焼くか。もうヘッチさんアロハありがとう。でも明日めっちゃ不安かも。公演普通にいっぱい練習したけどいっぱい不安。アンチむずすぎて焦ってる。えです。あー違う、間違えた。高橋さん可愛いってありがとう。普通に卒業ブロックも不安。まだ踊れないかも。ちゃんとでオープニングはいけるかな、どうかな。頑張る。明日早く入るしね、劇場早起きしちゃおーっと。こんばんは。頑張っちゃう。ひでまるさんギフトありがとう。しけんさんこんばんは。ちなみにさやが配信始まる直前に歌をカラオケで歌ってたんですけど、何の歌歌ってたでしょう。
正解は、正解は絶対正解じゃないからもう正解言うね。絶対に出ないから言うね。だってさやが一度も口に発したことないから、みんなに言ったことないから。正解はレミゼのオンマイオウンです。絶対みんな答え出ないんだから。国曜さんギフトありがとう。一人でも二人だわってやつね。いない人に抱かれて、めっちゃいい曲。みんなぜひ聞いてみて。そう、絶対当たんないんだから。そう、ボイトレにね行くときにこの曲をやろう、やりましょうって先生に言われて、今覚えて最中なのよ。そう、練習中。こんばんは。歌うまくなっちゃうもんね。こんばんは。さあ彼女歌えるかな。ドキドキ。振りややこしいしね。いけるか。こんばんは。わさっぴさんギフトありがとう。歌詞がねややこしいから、そこだけ自分がこう集中が切れたらやばいですね。覚えてるはいるんだけど、振りとかを考えると歌詞飛んじゃうから、もう振りは体に染み付かして歌詞は考えながら歌う。これ大事。いや歌詞めっちゃ良くない？なんか素行声で歌うのめっちゃ良くない？この曲って思いませんか？しかも私はさらなる高みを目指しての卒業なので、マジでめっちゃ歌詞ドンピシャすぎてやばい、えぐい。頑張っちゃうもんね。ややこしいな。あー、いけるか。え、痩せてる？私昨日食べ過ぎたか、絶対太ったと思った。でも体重ちょっと減ってたわ確かに。ヤスさんファイトギフトありがとう。でも痩せてないよあんまり。さ、結局目標体重までは落とせなかったんだ実は。まあでも痩せたしっか。
標まではいけなかったけど痩せれたからいっか。めっちゃ踊って公演めっちゃ出てたから見た目の方が変わったかもね。ちょっともう甘くなってきたな。これ最初めちゃくちゃ美味しかったのに悔しい。最初めっちゃ美味しかったのにな。疲れに染みて甘くなってきちゃった。一回水挟むわ。デジャビの衣装めっちゃ痩せた。本当？あんま気にしてなかったの。嬉しい。そうフルーツオレ、このさボスクラフトボスのフルーツオレめっちゃ美味しいからぜひみんな飲んで。デザイン可愛いし。こんばんは。今日はね、見てステナブロックのポーチ持ってんねん。もらったよ。よいしょよいしょ。お腹空いちゃった。夜ご飯食べてないんだよ。あのおやつぐらいの時間にお蕎麦食べたからそれ以降食べてないんだけど、でももう遅いから食べないかもな。こんばんは。一緒に我慢すっか。卵にタバスコかけて食べた。タバスコいける人？タバスコって酸っぱくてさえダメなんだよね。辛さより酸っぱみがダメなんだよね。いや全然ね、あれスーパーの 30% オフになってたとろろそばです。全然食べたのは。残念無念。でも美味しかった。 30% オフは安いね。てかやっぱスーパーって惣菜安いんだなって思った。コンビニに比べたら。なんか昼過ぎおやつ時間に行ったからめっちゃ安くなっててさ、いろいろって思ったんだけど、一番脂質低そうなやつにした。脂質とカロリー低そうなやつにしたんだ。えら、めっちゃベーグル探して歩き回ったけどなかったから、全然そばの気持ちじゃなかったけどそばにした。まあおにぎりよりはそばかと思って。そう、こんばんは。爪かわいいな。かわいすぎる。こんばんは。こんばんは。え、爪はマジいつもお気に入り。でも今回特にお気に入りかも。本当に薬指がね、キャッ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 ってチャッチャッってしててめっちゃ可愛いのよ。キャッキャしてんのよ。こんばんは。わっ、津田山県警さん、タワーありがとうございます。嬉しい。しかも久しぶりに見た城、ありがとう。わーい、津田山県警さんありがとう。確かに一時期松本城って言ってる時期ありましたね。そう、リボンついてる。親指と人差し指、右手の親指と左手の人差し指にでっけえリボンついてるから、すごい立体なの。かわいい。リボンがね、だからピンクのオーロラなの。キュッキュしてんの。リボンもオーロラカラーで光当てるといろんな色にキラ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 ってなるから、かわいいのよ。つなちゃん、明日見れない可能性高いから卒業プレゼント嬉しい。ギフトありがとう。そう、キャッ
キラにしてまった。なんかネイルのお姉さんにキラキラ好きですかって言ったから、めっちゃ好きだからいっぱいキラキラにしてって言ったら、キラキラにしてくれたよ。わーい。初見です。初見さんありがとう。でマジ絶対この爪で彼女の衣装を着たら可愛いと思うんだよね。彼女合わせなのマジピンクよ。国陽さんタワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう。おう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 、いいんですかそんないっぱいもらっちゃって。ご祝儀ありがとうございます。ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。肋間神経痛きた今。明日何時に起きようかな。今日は帰ったら爆速でお風呂入って寝るんですけど、早起きして練習したいな。ちょっと結構不安。あれさ、朝一の飛行機だから4時起き。やばっ。え？はよね。まあでも飛行機でね、寝てきてください。ぜひとも飛行機寝れる人であれば。さやは寝れる人なんですけど、どこでも寝れる人なんですけどね。確かに交通機関なんとかなってマジで良かったかも。なんかね、大きなあれがなくて良かったですね。災害がなくて。結局さ、この今回のあれ全然雨に打たれなかったわ。本当にちょっとだけ今日降ったけど、全然雨に降られなかった。やっぱ晴れ女なのかもしれない。アーシが家から出るときはいつも雨ちょうど止んでた。地面はめっちゃ濡れてるけど今は晴れてるみたいな。そう、昨晩土砂降りの中歩いた。なんと昨日何やってたっけ。そうか、昨日ちょっと夕方早めに帰ってきてたからさやは逃れた可能性あるな。まあでもね、何にせよ皆様お気をつけて来てね。劇場までお気をつけて、わしをお運びください。お腹すいた。そう、正味明日が健康だったらもう何でもいいんだよね。でも明日早く起きたいけど、いっぱい寝たいから、今日いかに早く寝れるかが勝負ですね。カビゴンも悲しむからな、睡眠時間短いと。カビゴンが悲しむ。仕事で途中からになるけど、オンデマ最前で見る。見て
ぜひ見て。スキンさん、はじめまして。はじめまして。でも今日は全然声出してないけど、歌えるかな。あとでそれカラオケ配信すっけど、どうやろうか。トリマ歌ってみよう。てかさやか、機器をちゃんと取り扱えるかも見もの。一旦ね、配信止まりますね。部屋移動するときに使い方を一回 LINE で見ないといけないんで。そう、忘れました。初めて使うんでね。ちょっとどんな様子か覗いてこよう。なるんじゃないか。ずっと使ってる人いないから絶対空いてんな今。もう使い終わって帰ったんだろうなきっと。もう使って良さそう絶対に。ちょっとさっきずっとなんか21時まで予約してる人が使っているのは見たから、多分もう帰ってるのでありそう。45分ぐらいになったら行っちゃおうっと。黒ぎつねさん、くまちゃん、ありがとう。こんばんは。ベーグル食べたい。ずっと口がベーグルの口なの。助けて。ベーグルが食べたいでごわす。ベーグルが食べたいだけなんです。私今叶えたいことはそれだけなんです。ウィーン。明日の公演楽しみにしてます。ありがとう。キャロンさん、可愛い人ありがとう。お腹すいたら映しちゃった画面越しに。服に朝ごはんって書いて、あそこブレックファーストって書いてあるのよ。この T シャツ、パンの T シャツ、かわいいクロワッサン T シャツがもらいました。味がどう。肌の調子も良さそうだね。でもちょっとね、ちょっとね、今日髪の毛前髪切ったからちっちゃい毛がいっぱいついてる。ちょっと気持ち肌荒れしてますが、そんな悪くもないぐらいですね。良くも悪くもないぐらいの。配信越しだとはね、わかんねえんだけど、オンデマだと映るんだよ画質良すぎて。ショールームはさ、画質が別にそこまで良いわけじゃないからさ、バレないんですよね。
今日の歌はなんか歴代公演曲の中で私が歌いたい曲をちょちょちょっと歌って終わりにしようかなと思ってます。なんでかっていうと公演曲じゃないと2番が分かんないからそう、2番が分かんないからね。コンサートでやった曲とか2番分かんないからね。こんばんは。何曲くらい歌うの？飽きるまで。さやがよーし帰ろってなるまでやります。配信とか何億年ぶりってぐらい全然やってないんだけど、歌歌うの好きなんだけどね。ショールームのカラオケ機能あんま使わないな。そういえば劇場で歌えたら楽しいと思っちゃうかな。でも初めてのマイクだから、初めての機材だからちょっとどうなることやらといった感じ。ちょっと一回さ、画面から消えていい？一回いろいろやってくる。ちょっと部屋を出て、ちょっと一回クマでも見てて。よし。なんて平和な画角なんだ。ゴミ捨てたりいろいろしてきます。すぐ帰れるように準備してくる。よし、こんばんは。そう、クマと見つめ合って配信してたんです。このクマはちなみにうちにもいます。実家にいます実家にこのクマいます。こんばんは。そう、ショールームのクマ縫い目あんのよ。めっちゃ顔のど真ん中に、顔と体のど真ん中に切り取り線みたいな縫い目あんのよ。なんかみんなのなんかあれだよ、みんながキャンペーンでめっちゃギフト投げてくれたからクマ来たんだよ、うちに。クリスマスとかのやつだから、なんかサンタの帽子かぶってる。うちのクマはそう、ずっとクマとね、見つめ合いながら配信してる。この部屋でやるとき、じゃあちょっとずっと空いてるし、もう15分前なので多分もう誰も使わない気がするので部屋移動しちゃおうっと。そう、この部屋でもクマ、この部屋に2匹いるからね。ちなみにもう1匹いるから住人です。
やマジショールームのクマって普通にさ美獣かわいいよね。めっちゃかわいい。そう、2人暮らし2匹います。実はね、しょー、じゃあちょっと一旦ミュートにして、よいしょ、ちょっとカバンを置いて、あ、待って、ここに使い方の紙あんじゃん。まずですね、三脚を、自分の使わなくていいので三脚を移動して、でこれはどうやってつけるの。あ、これだ。これは何につなげばいいの。あ、自分のやつを使うってことか。よいしょ。ちょっと分かりませんからね、初めてのね、延長コードあった。初めての機械触るからね、今から知らないことすんだから。はい、よいしょ。お、あ、眩しい。これぐらいでいいな。で、ここにヘッドホンがあります。写真のライトニングアダプターと iPhone を接続します。はい、わかりました。トメさん、ファイト、ありがとう。ヘッドホンからマイクの音声が聞こえます。あ、待って、もうあれしてる。もうあれしてる。してないな、電源を入れてないからか。ここにマイクを置いて、ちょっとコードが多すぎるって。どうなってんねん、からばっとるやから。電源、あ、え、なんかパチパチいってる。え、なんかパチパチ言ってんだけど、不快な音がする。一回電源消そう。ピークってやつがパチパチ言うのは何ですか。ピークが赤く点滅してるときはボリュームが大きすぎるからマイクフェーダーを下げろって言うけどさ。わかんないよ。全然わかんないんだけど。接続が悪いという問題でもなさそう。諦めようかな。機械壊れてんちゃう？これもしかして。
最近これ使ってるメンバーいた？使えてたんかな？直前に使ってるメンバーがいたらめちゃくちゃ私が使い方間違ってる説あるけどな。何がいけないんだ？一回カラオケの曲入れてみよう。あ、マイク付きイヤホンを接続しろって言われてるか、今絶対接続できてないんだ。どうやってやるの？カラオケ配信できないんだけど。なんで？なんでパチパチ言ってるんだろう。涙。涙涙涙。この間もパチパチしてた？でもさ、マイクが入んないんだよ。そもそも音を出したらというかね、マイクが入らなくて音出せないんだよ。そう、どうやったらマイク入るの？マイク音帯に電源とかないもんな。あ、パチパチに止まった。パチパチは止まったけどどうすんだ。マイク付きイヤホンを接続して再度お試しくださいって言われちゃう。刺してるのに？なんで？ああ、またパチパチ言い出した。なんでやねん。の気持ち、今のね、今の気持ちを表現するとそういう感じだよ。そう、これも延長コードだったんだ。はー
一回トーン取るか。えてて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 、どうしたらいいの。よいしょ。眩しすぎるんだよな、初期設定が。ちょっとちょっとちょっと、どうやって使うの。待って、あ、どことも繋がってない USB 出てきた。なんで床に捨てたの？これ何？これはどこに繋げばいい USB なの？これでどうにかなら。この USB は何なん。で、お手上げララバイなんだけど。
あ、唐突なマイク入力。はあ。え？聞こえないの？もしもし、あかんな。ああ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 あ、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 もし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 。もしもし左衛門、え、なんで？なんでずれてるんですか？あ？もう、わかりません。訪れした時の対処法はどこにも書いてないんだよな。今更新したけど訪れするかな。もしもし、もし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 、あ、訪れしてんのかい。なんで？やっとマイクが入ったのに。どうしたらいいんだろう。一回電源切ってみるわ。訪れてる？
ずれでそう、みんなからのレスポンスが永遠に遅い。どうしたらいいんですか。助けてほしい。めちゃくちゃ助けてほしい。なんで、なんで訪れがするんですか。マジで訪れの原因が分かんなすぎて。ちょっとどうしたら訪れ治るかな。ちょっと今一回全部切ったんですけど、困っています。もうだって今ずれてないでしょ。今なぜかってマイクをつないでないからね。今マイクをつないでないからね、ずれてないんですよ。わかる？マイクをつなげるとずれちゃうんだよね。3秒？衛星やん。衛星放送してるやん。じゃあもう一回つないでみるよ。あ。つなぐとずれるんじゃないですか？予想ですけどね。ずれてる。ちょっと ASMR みたいな。今なんで？なんでずれの？あ、画面がバグっちゃった。涙。今さえは心で涙を流しているよ。LINE で来てる使い方をみんなにじゃあ説明するね。スマホをスタンドにセットする。ライトニングケーブルをスマホに挿す。オーディオインターフェースの電源を入れる。以上で使えますって書いてある。終わりだ。それ以上に全然やることあったし、それを全部クリアしても音ずれるし、もう無理や。嘘だー、うわーといった気持ち。よし、
もうワンチャレンジ。あ、音で。あ、訪れ。してる？してない。途中で連れ出す何なんで途中で連れ出すの、なんでうめき声も出るよ、そりゃ。うめき声も出ますせ。ちょっともう配信画面も変われなくなっちゃった。終わった。やばい。ショールームがバグった。ちょっと。ああ、バグが直らない。コメントが遡れなくなっちゃった。あ、ちょっと待って。あ、画面タッチ何にも反応しなくなっちゃった。あ、配信切ることもできないわ。なんでさよ一人コントしてんの。どういうこと。釣れるよね。何回電源を音ずれるよね。
やばい、ダメだ、音源終わっちゃう。やめだやめだ。やめだやめだ。マジで音すごい飛び飛びなんだけど、カラオケ流そうとすると。なんで、どうして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 。やめます。やめました。もう無理です。なんか多分抜かなくていいやつとかを勝手に抜かれてたりしてるから、もう多分なんか設定が多分土地狂ってるんだろうねと予想。ちょっとあれさ、水どこ置いた？あったあったあった。抜いちゃいけないコードとか抜かれてたから多分設定が土地狂ってるんだと思う。もう無理や。やめた。公約達成ならず、歌配信するよって言ったのに。うん、でもここすげえ漏れるわ、このライターあると。ちょっとどうしても君が好きだからずっと残っちゃうんだけど、これなんどうしたらいいの。消せないんだけど、テロップずっと出てんだけど。まだ時差あんの？え？まだ時差やってんの？どうしちゃったの今日のショールーム。もう今何にも繋いでないんだよ。普通の配信してる今。やめだやめだ。やめやめ。多分ね、そう、抜いちゃいけないコードとかが抜かれてたりしてたので。ちょっと設定が土地狂ってたのかもしれません。もう諦めたいと思います。あと騒いだからお腹空きました。無駄に最悪最悪なんだけど、無駄に騒いでお腹空いちゃった。最悪。ね、お腹と背中全然くっつきそう。なんでなんだろう。
あ、何が原因なんだろうね。ナレーションが上手くてファンになりました。嬉しい、ありがとうございます。もうみんな責めないで、もう配信やめる、もうやだ。3歳児のダダのこね方、初めて見た人びっくりするでしょ、こんなキャラクターやってたら。さやがびっくりするでしょ、やばいやつだと思われる。違うんです、いつもはこうじゃないんです、いつもはこうじゃないんですよ。ごめん、さやはじゃあ他のメンバーじゃないから、もうごめんなさい。さやが機械に疎くてごめんなさい。このメンバーができることさやはできなくてごめんなさい。すいません。こんばんは。3歳児だったからびっくりした。びっくりするよそりゃ。そういうのはちょっと、あーリガチたしなめきちゃった、すいません、ごめんなさい。ごめんね、カラオケ配信の約束も守れなくて。もたさんお疲れギフトありがとう。私が赤入れすぎて仕事行くの怖い話いる？いや、こ確かに怖いなそれ。大丈夫だよ、赤入れたって可愛いんだから。可愛かった、可愛いが正義、可愛いは正義。音楽流したらすごいね、どうしても君が好きだが途切れ途切れになってた。トゥルルトゥッテ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 ンテッテッテッテンみたいになってたの。流したらいけるかなと思ったんだけどね。もう一つ爪見せてもらえますか。見せちゃう、可愛すぎて見せちゃう。ケンケンさんギフトありがとう。そう、薬指だけむっちゃゴージャス。薬指がね、私の爪の形で一番綺麗なんですよ。5本の指の中で薬指が一番形綺麗だから、一番形綺麗なところを綺麗にしてもらったの。爪の形が綺麗ってでかいからね。ヒロインさんギフトありがとう。髪もサラサラ、今日行ってきたよ、サラサラ。これあれかな、ステージの照明だともうちょっと明るく見えちゃうかな。あんま明るくないんだけど明るく見えそう。
赤みが残ってんだよね。明るいっていうか、すごい赤みが新しく入った感じ。そう、ちょっと染めた。なんか赤くない？赤系の茶色じゃない？ね、照明当たったら明るく見えそう。すいません、黒好きの方。黒だと芋っぽくなるんで、ちょっと明るくしたら明るくなっちゃったすごく想像より。そう、あ、トメさん、タワーありがとうございます。ごめんなさい、言えてなかった。クマタワーありがとう。クマちゃんタワー、さっきいたクマね。狛犬は一対でないと。え、なんか私が昨日変なこと言ったから投げさせちゃったありがとうございます、嬉しい。ちゃんと狛犬がいる、かわいいね。ショールームのクママジでかわいい。こんばんは。確かに縁起がいい。明日は歌のショールームの話するか。明日は公演が終わってどんぐらいかかるかな。ミスターの公演は3時間ぐらいだったからさ、そんぐらいになっちゃうのかな。わかんないけど、したら9時ん8時じゃあ18時半開演だから19時半20時半、21時半ぐらいに終わって、そこからいろいろ片付けとかしたら何時に始めれるんだろう。ちょっとわかんないんだよな。ハンハンさん、クマありがとう。何時に始めれるんだろうね、ちょっとわかんねえんだな。まあできるだけ早めにやりたいなと思ってますが、多分普通に1時間半ぐらいはできないと思う。11時とかなっちゃうのかな。まあ3、40分ですかね、やるとしても全然ね。どうなることやら分かんなくて、明日公園見に行くね、待ってます。家から、劇場から、全然劇場から。家には帰れないね、まだまだ23時じゃ帰れないね。ミスさんの時どうだったんだろう、ちょっと全然覚えてないなどんぐらいだったのか全然覚えてないな。ミスさんの時全部終わったの、私ミスターが写真全部撮り終わるまで待ってたっていうか、1歳も撮ってたから写真を。ここだけの話、ここ別にここだけでもないんだけど、あのおされカンパニーさんの、あのヘアメイクのアカウントあるじゃないですか、インスタグラムの。おされさんって衣装部のアカウントと、あのメイクとかのインスタあるんですけど、ミスターのあの写真撮ったのは私なんですよね、実は。あ、全部は 3カット私今回撮りました。そう、メイクさん、仲良しのメイクさんにね、そう撮っといてほしいなって連絡が来てたので、任せてくださいって私が撮りました。だからそれ最後まで行ったのよ、ミスターの最後の配信22時6分。でもミスターの公演は18時半からじゃなくて18時からだったから、
まあ、だから11時にはやっぱ絶対始められるのか。1時間ぐらいあったら始められるんだろうな。だから10時、11時前には始めたいですね。ありがとう、情報を教えてくれて感謝。あのモバジュとかみんな持っといてください感謝。まあ 3,40 分はやろうかなと思ってますけど、私の終電問題もありますんでねあれですけど、みんなからのお手紙も楽しみやしな。そう、くすぎょう公演の後はね、あれなの、公演が終わるでしょ。そしたらまずみんなとのフォトセッションがあるわけ、メンバーみんなとの。そう、みんなと撮るのね。でみんなと写真撮ったら、そろそろロビーが皆さんがお帰りになると。したら壁車を外す動画を撮ります。そう、したらフラワースタンドの前で写真を撮ります。でドアの前で撮って、48のなんか盾みたいなの前で撮って、一通り撮ったら配信できるかな。いやでもみんなさっさと帰んなくて大丈夫だよ。どうせね、あのメンバーとのフォトセッションの方が時間かかるからそう、あのなんかみんな安心してほしい。あの全然ね、あの急がなくて大丈夫。まだ半分ぐらいのメンバーとしか撮ってないのにロビー開きましたよって声聞こえてくるから、多分ねみんなそんな急いで帰んなくて大丈夫だね。あとオンデマコメント、オンデマ撮ったりするわ。あとオンデマの最後の動画みたいなあれも撮るし、オンデマの紙も書くし、意外とねやることもりもり盛りだくさんなのでね。みんな急がなくて全然大丈夫だね。手紙は最後の声のことも書きたいので後日になっちゃいます。なんか8月中だったらさ、あのいいんでしょ、届くんでしょ私の元に。だから皆さんぜひ最後まで待ってて、待ってるから書いて届けておくれ。今書いてるよ、嬉しい。今後の連絡方法は X もしくはインスタでお待ちしております。明日と後日で2通いや明日と後日と後日と後日で4通ぐらい書いてもいいんじゃない何を書くことあんねんって感じやけど、卒業後に3通はちょっと書くことなさそうやけどな。冗談です。こんばんは。めちゃくちゃ長文だけど許してね。大丈夫、もう一筆したためたやつでもいいし、レポートみたいな長さでもなんでもウキウキ受け取っちゃうもんね。この間プレゼントと一緒に送りました。あ待って、それ受け取ったかも、わかるぞプレゼントも8月中 OK。 え、あ、わかんないわ。そうですか、手紙とプレゼントは一緒、期日みたいな。手紙しか聞いてないな。プレゼントも8月中らしいです。じゃあ8月の
31日に必着なので、だからまあ29日ぐらいまではなんか道歩いてて、うわこれサイリンにあげたいって見つけちゃってもまだ間に合うってことね。 OK らしいよ。ツナちゃん可愛いってありがとう。配信系は明日がラストか。そうですね、まあでもさ分かんないよね、別に今は全くやる気ないけど、歌いたくなったらカラオケ配信とかしてるかもしんないしね。別に可能性あるよね、やる可能性はゼロではない、限りなくゼロには近いけど別にゼロではない。ゆなちゃんとかねやってるしね。でも別にみんなに期待を持たせるのもあれなので、限りなくゼロには近いと思います。明日のお手紙は長文なので印刷になっちゃうな。全然大丈夫。光る毎日やって、毎日やってんの？すごっ。現役の時よりやってない？まあでも余裕ができるからね、その生活のリズムにやりやすくはあるだろうな。生きててくれればいい。でかいな、スケールが、スケールがでかいな。最近お手紙書きすぎ問題。でも嬉しい。なんかさ文章書くのってさ、やっぱりそのなんていうの、体力が必要というかさ、大変じゃん。そうだからさ、それをこう何通も何通もしたためてくれるってめちゃくちゃ愛感じて嬉しい。そういろんな愛の形のうちの一つではあるけど嬉しいです。ヒカル AKB の時よりやってる。でもあれだよね、ファンの皆さん的にはきっと嬉しいよね。AKB の活動でさもう見れないじゃない、普通だから配信で見れるときっと嬉しいよね。でも私は配信しなくてもみんなに私を見てもらえるようにようなタイミングを作れるように今後頑張っていくからさ、まあみんな気長に待っててくれよ。どうなるか分かりませんが、こんばんは。書くのに夢中でコーヒーこぼしちゃうからね、次はコーヒーこぼさないんだよちゃんと。毎日やっててやらなくなると寂しくなりそう。なんかさもうさ1300何日とかやってるからさ、あひらりんさんファイターありがとう。めっちゃやってるからさ、なんかどうなるか分かんない。終わってからパッてなくなるわけじゃん。基本的にいつもさ生活の中にショールームが常に頭にあるからさ、夜今日は24時までに帰れないな、まあ23時45分までに帰れないなって時は朝やったりとかさ、なんか友達とかと遊び行ったり泊まりに行ったりしてもホテルでやったりとかさ、いつ配信できるかなみたいなのをさ常に考えてたからさ、不思議な気持ちにはなりそう。ん？ってサイリン何分遅刻するかなとか話すこと、不名誉な会話。遅刻常習犯やから、今日も5分ぐらい遅刻してるし、時間普段のね仕事とかは絶対遅刻しないんだけど、配信ってみんなに甘えちゃうから死ぬほど遅刻すんだよな。反省はしてるんだけど改善がなされないんだよね。劇場の受付前のジャンキで上島コーヒーボトル、あ美味しかった、めっちゃ美味しくないそれ。よさやの卒業してからのビジョンをみんなに一個だけ話してあげるね。まあ明日話すんだけどさ、明日のスピーチで
一個だけ、まあ、スピーチって言わない今後のあれを言うと、マジで死ぬほど規則正しい生活します。早寝早起き生活。なんかさ、仕事を活動してるとさ、まあ規則が本当に悪いわけですよ。毎日違うリズムだから、朝早い集合の時もあれば遅くからさらに夜遅くまでみたいな。だからさ、その規則正しい生活ってのが基本的にはもう皆無だったわけだから、一旦健康になっちゃおうと思って。そう、マジ自由だよ。でもさやがここ最近で一番規則正しかったのは、あの劇場公演に死ぬほど出てた4日間ぐらいだね。まあ9日から換算したら6日7日間ぐらい、めっちゃ健康的だった。その日中に寝て朝8時とかに起きてみたいな、めっちゃ健康だったな。その生活したい。一旦健康になっちゃう。しかもさ、あれなんだよね、ご飯とか作り置きできるようになるんだよこれから。やばくね。いつもさ、あ、今日明日お弁当があるから作り置きしても食べるときないなみたいな感じでさ、でも一食だけ作るのって効率悪いから、じゃあ今日はあんま料理しないでいいやみたいな。なのに、そうだからあんま料理できてなかったけど、マジでさ、もう食生活もその生活リズムもとんでもなく健康になっちゃう。健康ピーポー。でも私さ、配信しなくなったらさ、死ぬほどツイートしちゃいそう。うるさいかも、やばい。ツイッターってさ、うるさく更新するとさ、フォロワー減るんだよね。そう、ポストいっぱいお待ちしています。もうみんな適応してる。でも755もさ、 AKB としてはさ、なくなるだけでさ、別にさ、これからさ別に続けてもいいっていうね。まあやらないけどインスタのストーリーとかうるさくなるかもね。あれならさ、あんま通知もいかないしさ、そう、独り言755にやってたぐらいの独り言をつぶやきやすそう。そう、 SNS はインスタと X のみです。あと YouTube はやると思うけど、卒業公演動画撮るか LINE マネージャーに LINE しとこう。撮っていいですかって、裏側見せちゃおっかな。カメラ持ってこうかな。そういううるさいのは大歓迎です。嬉しい。インスタね、インスタね、インスタ投稿してない時も結構開いたりはよくしてんだよね。さや見てる、みんなの見てる、みんなのコメントとか見てる、メッセージとか見てるのよ。そう、なんか755AKB としてはね、サービス終了しちゃうんです。なんか新しいやつやるって言ってたよ SNS。 たかしさんありがとう、ギットありがとう。私はあれなんですけど、関係ないからあんまり分かってないんだけど、 Weverse みたいなやつ、有料みたいな言ってた。
ふんふふん。755さえマジで、あれなんだよね。独り言つぶやきツールだと思って使ってた。さやのことを好きな人しか見てないから何言っても許されるだろうと思って、独り言つぶやいてた、ずっと。せやねん。ジェリーがいるの？何それ？アイテム的な？こんばんは。俺もサリーに対してつぶやいてた。え？そうなん？かわいい。卒業公演の裏側見たいです。じゃあちょっと撮っていく聞いていいよって言われたら撮りますね。え、ショールーム3周がなく、星制度なくなるん？そうなん？さやの知らないところで知らないことが起きてる。まあ3周ってむずいしね、システム。ほいー。まあ、皆さんなんか言いたいことあったら X かインスタの方にください。卒業後にみんな連絡したいことあるか分かんないけど、なんか今日こういうことあったよみたいな言いたかったらぜひ。星種カウントが廃止になる。あ、そうなの？ 3 週とかじゃないんだ。星なくなっちゃうの？悲しい。みんながジャンプしながら星投げてんの好きだったよ。ポン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 って。そうなんや。1送信2送信もなくなるの？みんなのたまにミスって1920みたいな、1920みたいになっちゃってるやつとかもうな、見れなくなるってこと？今後のメンバーは。へえ。たまに見てんだから。なんだろうと思ったら、あ、カウントミスかみたいな。よく見てたよ、みんなのこと。よーく見てた。なんかカンマーみたいな入れちゃって間違えてたみたいな。よく見てたよ、みんなのカウント。よく見てたよ。へえ、どんどん変わっていくのね。あ、そうそう、51、52、53とかたまにいるんだから。で、なんか54ぐらいでみんな気づいて、あー、ミスちゃったみたいな。え、見てたよ。それみんなのコメント思ったより見てるからね。バイコトさん、来てありがとう。美味しそう。ハイビスカスや。夏しか見ない花ね。すごいね。アイライン綺麗。今日適当に引いた割には確かに綺麗かも。でもさ、こっからこう黒目の端からさ、ここまでしか塗ってないんだよ。ここ塗ってないの、いつも。いつもそうだよ。こっちもほら、こっから黒目の端っこから塗ってます。奥二重だからさ、全部にアイライン引いちゃうと二重幅が消滅すんねん。でも今日めっちゃメイク薄い。今日美容院と歯医者の予定だったから、どうせ崩れるなと思って諦めました。
ムッティさんギフトありがとう。明日いっぱいキラキラさせちゃおっかな。爪もキラキラだしさ、メイクもキラキラにしちゃおっかな。なんかキラキラさせてみるね。楽しみ。でも別にさ、あんまメイクその飛び道具みたいなやつないから、うん、あんま買わない。いつもと同じ顔してるかも。むくんでないといいなという気持ち、まずはね。でも私さ、最近買ったアイラインマジ2日ぐらいでなくなった。なくした。早くない？なんで？もう物なくすの特技、特技なんだけど。涙。またなくなっちゃった。なんかさ、あれなの、雫でね、使おうと思って開けたらもうない。開けたらてかメイクしようと思って、なんかアイライン描こうと思ってないと思って、なんかさ今2本入ってんの。もともと使ってたケイトのやつと新しく買ったやつ2本入れててないと思って、あ、お家置いてきたんだと思って、お家帰っても出てこないからマジで多分どっかの隙間とかに落ちてんだろうね。ねえ、なんで、なんで、もう本当にダメ。本当にダメ。どうでもいい時に出てくる。おっとみたいな。どうしよう。でも劇場で落としてたりしたらもう絶望。なんか気づくか、劇場で落ちてたら。じゃあ家の中だな、多分。家の中でしょうね、きっとね。クッションの下とか、あの、カーペットの下とか、鏡の裏とかが出てくんやろうな。蓋開いてないのに飲もうとしちゃった。てかそろそろ10時ですからね、終わりにしますせ、しますせ、しますせ、しますせ。さあ今日私がお家に帰ってからやることをみんなに紹介してあげよう。まずちょっとアンチが難しかったのでアンチの振り確認して、彼女の歌詞と振り確認、